久保さん乱暴ですか僕ね、バチェラーっていうのをちょっとバチェラー4、バチェラー4にしましょうか。バチェラー4っつうの見てて、これちょっと久保さんが見ないような多分やつなんですけど、まあ恋愛ものですね。なんか海外でめちゃめちゃ人気だった,だった企画を日本に持ってきて Amazon プライムで流してるんですよ。で、バチェラー4始まってたのは知ってたんですけど、まあ見てなかったんで、今シーズン、あの6話目まで見て、 次次が7番目8話目なんかその親と会うみたいなもう最終曲まで見たんですけどうん変わりますねそうまあ恋愛もそうだし、まあ、人生もそうなんですけど人間あの考え方も変わるしあの付き合う人も変わるだろうしなんだろうな変わるっていうのは大事だと思います でも逆に言うと変えないっていうものも大事だと思いますしただまあうん明日あの普通の人はねあの会社勤めされてわあサザエさん病だみたいだと思うんですけどもそれは変えたいですか変えたくないですかどっちですかっていう話ですね僕はもう嫌ですねあの僕も昔ねあのサザエさん病だったんで,で僕は最終的に会社に泊まるっていうね 会社に泊まってしまえば、それは誘発されないので。だそのプライベートと、あの、会社のこの、これをもう切り離しちゃうと、会社のモードにするときの本当にクソそのスイッチにするのに、めちゃめちゃストレスかかるんですよね。だからもうずっと365日会社に泊まって、まあ会社モードになってれば、そのスイッチのオンオフがないので、結局、まあ、そっちの方が楽という、楽ではないんですけど、でもね、あのね、 あの日曜日からの月曜日になる時の、あの精神的な、なんだろうな、めちゃくちゃ嫌だったんで、めちゃくちゃ。うん、僕は嫌でしたね、うん。でも、まあそういう時もあったなと思うんですけど、まあ今はですね、全くないですね。明日会社に行かないと、うわーっていう気持ちが1ミリもないので、そう、久保さんと同じように土日逆に嫌いですね、古むんで 土日込むんですよね。平日空いてるんで、めちゃめちゃありがたいんですよ、平日の方が。でもね、あのね、ストレスがない生活っていうのを、まあ5年今やってるんですけど、めちゃくちゃいいっすね。いや、あれはね、ほんとね、まあ、体、あの、ね、それを今体験してる人だったら、ね、言わなくてもわかると思いますけど、あの日曜日、月曜日、しんどいっすよ。めちゃくちゃしんどいっすね。うん、僕、ギャーです、ね、もうもうやりたくないんで、この生活を維持するために。 頑張りますいってらっしゃい